はいどうもレイチャンネルです。今日は前回の動画に引き続き撮影をしているんですけど、今日紹介したいのはまた恒例のワークマン企画をやっていこうかなというふうに思います。実はこれ買ったのもうちょっと前なんですけど、時期的にねまだ買ったのが8月とかで暑かったんでずっと試してたんですけど、マジですげえ便利なアイテムっていうものを見つけたのでね、この秋冬っていうか冬物ですねの大本命なんじゃないかなって僕の中では思ってて、ワークマンだから紹介してるとかじゃなくって本当に私服として使えるようなアイテムだなと思ったんで、今回ちょっと紹介しようかなと思います。これずっと紹介したかったんだけど、ちょっと季節が伴わなかったんで、今ようやく紹介できるなと思って紹介するという感じです。まあ、サムネのタイトルにあった通りなんですけど、キルエコバッグなんですよ。マジで収納がすごいっていうところがね良かったっていうのと、あとはその収納がすごいっていう機能面だけじゃなくって、他の部分シルエットであったりとか、そのカラーであったりとかっていうのも別にすげえ使いやすい、普通にコーデに落とし込めるっていうおしゃれなアイテムだなと思ったんでね、ちょっとずっとやりたかったんだけど、ちょっと暑かったんでできなかったんで、ようやく季節が来たかなという感じでやっていこうかなというふうに思います。で、早速商品紹介していこうかなと思うんですけど、こちらになります。で、こちらなんですけど、ユーティリティウォームベストというベストになってます。お値段が2500円になってます。で、サイズはフリーになってます。これはワークマンだと結構フリーサイズ珍しいんですけど、フリーサイズになってます。結構オーバーサイズな作りになってるんで、まあ大体の人がこれでちっちゃいっていうのはあんまりないと思うんですけど、あんまサイズは気にしなくてもいいのかなっていう感じなんですけど、女性の方がガバッと着てても可愛いアイテムなんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですよね。実際ワークマンで買った時に試着してる女性の方がいて、めちゃくちゃ可愛い感じだったんで、女性の方でも着てもらえるのかなっていう風に思ってね、今回は男女共に使えるよってところで紹介していこうかなと思うんですけど、これ普通のダウンベストじゃんみたいな風に思うじゃないですか。仕様としては本当にダウンベストです、形としては。ただその分厚くかなり中綿入れてるとかのダウンベストじゃないんで、防寒性としてはすごく高いってわけではないんですよね、これに関しては。なので本当に真冬1月2月とかに着るのは、車移動とかじゃない人だとちょっと厳しいかなっていうところなんですけど、中に着るもの次第でまあどうとでもなるのかなとは思うんですけど、まあちょっとそこら辺はお好みなんですけど、まあちょっとまず素材とかその辺から説明していこうかなと思うんですけど、まず表地はポリエステル 100% です。で、裏地はマイクロフリースがついてます。まあフリースで保温性を高めるってところと、まあ着心地がむちゃくちゃいいっていうところですね。そのフリースがかなり柔らかいんで、チクチクしなかったりとか、着ててすごく着心地のいいアイテムになってます。で、プラスこれ結構軽いので、着心地って面ではすごく軽さもあるし、見た目には重厚感あるし、素材感もそんな安っぽくないしみたいなところで、そんなに悪いところが見当たらないところで、まずここすごく気に入ってるところなんですよね、このベストって。で、まずこれ表に加工がしてあるんですけど、パッと見ちゃわかんないんですけど、テフロン加工がしてあるんですよ。テフロン加工って何かっていうと、よくフライパンとかに加工してあるものなんですけど、汚れを防いだりとか油を防いだりとか、そういうところがあるっていう。まあテフロンを服に持ってくるってワークマン結構よくやってるんだけど、面白いですよね、テフロン加工っていう。まあフライパンとか使ったことあるってならわかるのかなとは思うんだけど、まあそれテフロン加工は表地にしてあって、油であったり汚れであったりを防ぎますよっていう、まああと撥水かなっていう機能を兼ね備えてるっていうところなんですけど、これ何がすごいのかって言ったら、ポケットなんですよ。ポケットがむちゃくちゃ多くって、ちょっとわかりづらいと思うんで、ちょっと画像出そうかなと思うんですけど、こちらになります。こんな感じで至るところにポケットがついてるんですよ。で、結構こういうところにも A4 サイズが入ったりとか、例えばここであったらペンとかポケットがここにもう一個あったりとか、両脇に A4 が入るぐらいのポケットついたりとかするっていう、むちゃくちゃ機能性に優れてるんですよね。これすごくないですか、写真で見て。水筒とかペットボトルとかも入っちゃうよみたいな、だから本当にもうバッグいらずみたいな感じなんですよね。だからこれに財布とかタバコとか携帯とか全部入っちゃうみたいなっていうところがね、これすげえなと思って買っちゃったんですよね、今回。で、ポケットがいくつついてるのかっていうと、9個ポケットがこれはついてます。まあね、そこもねすごいところですよね。そのユーティリティベストっていうぐらいですから、まあ作業着にかなり寄せたものではあるんだけど、それをなんかおしゃれ着として使えるように仕立て上げたっていうのがすごいなっていうのをね、すごく思うんですよね。で、結構こういうこの肥沃の裏側にもファスナーがあってポケットがあったりとかして、むちゃくちゃ収納に関してはこいつマジ最強なんですよね、本当に。もうこれ1枚でもうバッグ代わりになるっていうところがね、まずすごくいいなと思ったんですよ。これでてれば身軽に動けるっていう、バッグとかも持たなくても身軽に動けるところもいいし、本当にさっきも言ったけどフリーサイズなんで、どなたでも着ていただけるってところがまずいいなってところと、まあ防寒性、さっき言ってたテフロン加工してあって、まあ、その撥水とか汚れ、油汚れとか全部防げるっていう、まあ完全に防げるわけではないけど、まあその普通の服よりは防げるよっていうところもね、素晴らしいところだなって思って
ね、今回これを紹介してるんですけど、これ2500円でこの装備が手に入るってマジであんまないんですよ、普通に考えれば。そんぐらい機能性に優れて、ユーティリティベストって多分春夏とか去年の秋冬とか今年の秋冬とかもいろんなところから出てるんですよ、ユーティリティベストって。出てるんだけど、マジで抜群に本当にユーティリティって名前にふさわしいアイテムだなって思ったんでね、これを紹介したって感じです。まあコスパも良かったっていうのも当然あるんだけど、そういうところが優れてるよっていう感じです。プラスあんま関係ないかもなんですけど、一応ドローコードでこの脇を絞れるようになってるんですよ。脇を絞るとどういうことになるのかっていうと、脇が絞られることによってこの脇からの風の侵入を防ぐんですよね。そうすると服の中の温度を保てるっていう、まあ風を侵入させないっていう、やっぱり風が寒く感じる要因の一つではあるので、ここ最近アウターとか紹介してる時いつも言ってるんですけど、この風を入れないっていう仕様になってるってところもね、芸が細かいなと思って気に入ってるポイントの一つですね。で、あとは裾にもドローコードが付いてるんで、これもさっきと同じで風を入れない効果があるという、あとはシルエットをちょっと変えてあげられるっていうところが性能なのかなという感じですね。紹介したいのは以上になるんですけど、ちょっと着た感じをね撮ってみたんで見てもらおうかなと思うんですけど、こちらになります。デニムにスニーカー履いてロンティーで合わせたという感じで、結構ねボリューム感というか重厚感があるようなアイテムなんで、こいつ1個でも他がシンプルでもかなりパンチあるコーデにはなると思うので、まあそこも面白いのかなと思ったんですよ。アイテム1点だけで結構雰囲気出せるっていうか存在感出せるんで、かなり使いやすいのかなって思うんですよね。まあちょっと人にもよると思うんだけど、面白いアウターだと思うので、まあこういう感じでロンティーにラフに合わせてもこういう感じのシルエットになるよという感じですね。でコーデ画像はもういいんですけど、で一応裏側にフードが収納してあるので、まあフードを出して使うこともできるんですけど、個人的にはフードを出さない方が襟の形綺麗かなって思ったんで、まあここは好みに合わせてっていう感じですね。本当にこれ面白いアイテムだと思うので、2500円でここまで使えるってなかなかないと思うんで、マジで作業着としてもありだと思うし、その工場とか例えばダウンベストとか別に防寒着るのが OK な感じとかもあるから、そういう人だったら作業着としてもありだと思うんですよ。だってペンとかさせるし、もうポケットもいっぱいあるしって感じでありだと思うし、まあおしゃれ着としても当然ありだと思うんで、両面で使えるっていう意味ではすごく便利なアイテムだと思うんで、一回袖を通しても損をしないんじゃないかなというアイテムなのかなという感じですね。まあ、本当に今回ここまで秋冬いろんなアイテム紹介してきたと思うんですよ。まあ、今着てるこの僕のノーカラーのアウターもそうなんだけど、このノーカラーのアウターが僕は一番気に入って結構着てるんだけど、こいつが次に気に入ってるアイテムかなっていう感じですね。まあ着るにはちょっとまだ早いんだけど、本当にこれから多用していくアイテムだなっていう感じですね。今回ちょっと動画で分かりやすいようにベージュを買ったんですけど、これベージュと黒があるんですけど、黒もちょっともう一個買おうかなって思ってるぐらい本当にいいアイテムだと思うので、もしよければ皆さんぜひ店頭で見てもらえればなと思います。喋りたいのは以上になるんですけど、で、この今回のこのアイテム、このアイテムって一応通販ページにオンラインに載ってるんだけど、まあ例のごとく売り切れなんですよ。店頭でしか見れないんで、一応リンク貼っときますので、まあお問い合わせするなり店頭に足を運ぶなりしていただければというふうに思います。あとはさっき載せてたコーデ画像ですね。コーデ画像の方はまたいつも通りインスタの方に上げときますので、概要欄にアカウント貼ってあるんで、もしよければご覧になっていただければというふうに思います。まあ、ちょっといつもより長い動画になっちゃったかなと思うんですけど、本当にこいつおすすめなんで、もしよければ袖を通してくださいという感じです。そんな感じでね、終わりにしようかなというふうに思います。で、いつもお願いしてるんですけど、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you